じゃあこんにちは、はい、豊さん、豊さんのまずは同級生の西武の辻、はい、もう前監督になるんでしょうかね、はい、が退任されましたね、はい、野球は楽しいって、うん、やっぱり野球は楽しいって辞めるのに、はい、なんか言ってね、うん、でも爽やかだったな。そうですね、あの CS 負けてね、悔しさもあったんだろうけども、うん、でもいろんなことがあっても野球は楽しいって、うん、やっぱり野球が好きなんだなと思ったね。そうで、あの一言に詰まってましたね。まあ、そうだね。だからなんか清々しいというか潔いというかね、はい、すごく良かったね。そうですね、良かったし、まあクライマックスシリーズね、はい、結局勝てなかったけど、うん、ずっとね、まあでも本当にお疲れさんだよね、うん、お疲れ様でした、はい、また番組にね時間があったらね、はい、出てください。はい、で西武を去るのは、はい、辻監督だけではありません、はい、一応可能性として今森友哉選手がまあ FA 権取得、はい、獲得ということで出るんじゃなかろうかというふうな声が日に日に上がっております。これそうだな。そうなんですよ。でどこが、まあ、西武はやっぱ必死に食い止めに行くよ、はい、もちろんそうですよね。森が出たら、はい、まあ、芋づる式に出ていくようなそんな感じがするしね。そうですね、翌年控えてる方もいらっしゃいますし、アグがいるからな。だからそういう意味ではあの二人って仲がいいし。そうなんですよね。だから森を止めることができたらなんか山川も止めることができるんじゃないかみたいな。ここら辺ちょっとマネーゲームではないですけれども、そうなっていきそうな、ね、まあ、なるな、ありますよね。そこでまあなるし出るな。出るこれはこれは出る。やっぱりね、はい、森っていうのは、はい、あんまり騒がれたくないし、うん、そういうことに対してね、はい、でもし本当に出ないっていうように腹決めて、で西武ともう交渉に入ってるんであれば、やっぱもういや僕出ませんよって言うよ、うん、だけど何にも発信をしないっていうことは、うん、多分出るの予想ではね。よくちょっと考えますとか言う。考えてるよもうシーズン中から考えてるよどうしようかなみたいな。まあそうですよね、それが楽しみだからさ、まあ FA のね、そうそうそう、ね、何かこれから考えますよ、もう考えてるやろってそうか、うん、それは考え、もうみんなさ脳みそ持ってるんだから考えてるって。そうですよね、もう決まってるって大体が。ただ話はこう聞いてみたいなっていうのはあるだろうけど。そうですね、自分の評価としていくらぐらい提示してくれるんだろうっていうところもあります、ね、今の子はさやっぱお金持ってるからな。だからいくら提示してくれる、まあ確かに10億も違ったら、うん、ね、はい、そりゃそっち行きますわってなるかも分かんないけど、そんな僅差だったら、うん、あとは自分がやりやすいところ、そういうところだよね、はい、でそこで一番今名前が上がってるのがオリックスが名前が上がってます、はい、もうずっと言われてるよなオリックスはな。そうなんですよ、あのオリックスだとこの自分の雰囲気にもマッチするんじゃないかと絶対合ってるよね。合ってますね。合ってる合ってる。でそこに入ってきたのは巨人なんですけど、合ってないよね全く合ってないやっぱりヒゲダメ。いや違う違う、そうじゃなくて、はい、やっぱ森っていうのは、うん、そんなにねこう打って活躍して目立つのは全然いいんだけど、はい、だけどその個人では目立ちたくないんだよね、うん、性格的には、はい、やっぱりこうひっそりというか、うん、そんなに騒がないでって、俺は野球やってなんぼだからって、うん、いうような多分性格なんだよ。その週刊誌に追っかけられたりとかプライベートまで追っかけられるのは嫌だ、うん、その目立つというかね、うん、だからそういう球団にはやっぱり行きたくないわけよ、はい、で巨人っていうのはもう四方八方から狙われてるからさ、そうです、ね、蜂の巣になるぐらいに、はい、あれを見たらあれって行かないですよね。絶対行かなきゃいけない。そうですよね、うん、だから巨人の提示額を聞いたとしたらオリックスに巨人はこのぐらい出すって言ったんですけどって言ったら、うん、じゃあこれにしましょうかって。オリックスは金持ってるから。あ、持ってるんですね。持ってる、金貸してるぐらいだから。そうですね、オリックス自体がそうですもんね。そうですよね、うん、だからやっぱ森はオリックスかなっていうような気はするけどね、うん、で少年時代そのオリックスジュニアに所属していたっていうのもありますし、まあ、まあ地元っていうこともあるしね、はい、で空気感っていうのもあるし、はい、やっぱね西武って思うけどあそこに毎日通うっていうのは大変だわ本当に俺大変だと思うよ。立地ですよね。立地が悪すぎるよで選手が電車使うんだったら別だよ。そうですね、でも使えないじゃない。あ
そこ渋滞にはまっちゃうと一本道なので動かないんですよ。俺も夏のクソ暑い時仕事に遅れないで、はい、タクシー降りて走ったっつうの。走ったんですか。走った汗だくだよお前。そうなんですか。もう裸になりたいぐらいで汗だく。それじゃちょっと選手たちもね。いやまあ選手はその前にね球場入りはするだろうけど、はい、やっぱり立地も悪いなあそこはな。まあでも選手はそういうのも考えて、やっぱそうだよ、ね、動きますよね。やっぱ毎日の負担がかかるしさ、はい、それ遠征出るにも大変だから。そうですね、1回日本ハムの時にさ、はい、西武から終わって、西武で終わって西武で着替えをして、はい、博多かなんかに行かなきゃいけないの、うん、はいね、そしたら車だと何分かかるかわからないから電車で行ってくれって言うわけよみんな。え、いやそうなんだよ、はい、だからそれもやっぱ負担だよ。あの普通 の電車に乗っていくんですか。うん、電車に乗ってったみんな、うん、当時はね、今どうなってるかわからないけども、うん、はい、当時はそうだったんだよね。あ、そうなんですね、うん、だからやっぱね、立地っていうのも大変なことだと思うよ。うん、って考えるとやっぱり消去法で行くとやっぱりオリックスが一番有力なのかな。まあそうだね、一時ソフトバンクっていう説もあったんですけれどもね。ソフトバンクはね、海外いるし、はい、やっぱポジションがないよね。で、まあバッティングを考えたら DH もね、はい、使えるような選手だけども、やっぱ外国人がホームラン40本打つやつが来たらさ、 DH 使われないじゃない、はい、下位と併用になるかって言ったらやっぱ下位だよね、キャッチャーとしたら、うん、まあ、そうなってくるとやっぱオリックスかなと思う、ね、ただオリックスにもキャッチャーは今いるんですか。まあ、いるけど、はい、まずは森で行っといて、はい、抑えのキャッチャーで若月さんとか、うん、そういう人を使えばいいんじゃないの、うんうん、だからオリックスの方が柔軟に、はい、まあ今 DH もいないような状態だから。そうですね、まあ、森を入れてもいいよね。森選手あの DH1 本っていうこともありくるんですか。いや1本じゃきついと思うよ。これはねもう短命に終わる。あ、キャッチャーっていうのはやっぱり寿命が長いし、はい、賞味期限が長いから、うん、だから賞味期限なんかだん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 なんかレッテル張り替えて長くなっていくんだから、良くなっていけば、うん、だからそういうポジションだからやっぱキャッチャーから外れない方が将来的にはいいと思う、うん、やっぱり要ですもんね。そう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 、重宝されるし、うん、あとオリックスが森友哉選手以外に実は広島の西川龍馬選手も調査をしていると、はい、なんかこうあれだね、はい、調査してるっていうか、はい、まあ、調査しなくても分かんだろみたいな。あれは何を調査するんですか。いやいや、だから身辺調査というよりも、はい、その来る気があるかどうか出る気があるのかどうかっていう、それをちょっと例えばいろんな人をこう使ってちょっと小耳に噂に挟むような。まあまあ大体わかるよね、情報も持ってるから。あ、そうなんですね。調査をいろいろしてるんだろうけども、はい、いやそれは西川もオリックスのあの雰囲気には合うよね。あ、合いますか。合う合う。しかも実家が京セラの近くで、うちに来たがっているとのいう情報もあるというふうにオリックスの関係者はそれは分かんないけどさまあ実家から通うっていうのは俺嫌だな。絶対嫌ですよね。やっぱ一人暮らしをしたいよね。自由になりたいよね。はい、まあ、実家があるからっていうよりも、まあ、親孝行したいんだったら、うん、はい、いつでも見に来ていいよっていうような感じだけどね、はい、まあ、実家は関係ないと思うんだけど。実家通うじゃないです、ね、だけどまあまあ西川なんかはオリックスのなんか感じにはすごくしっくりはくる。できたらもうレギュラーでもうポンってハマりますもんね。ハマる。そうですよ、ね、レフトでハマる、うん、そうですよね、うん、あと日本ハムの近藤健介外野手もリストアップしているとオリックスが。いやそりゃさ、はい、日本ハムから近藤取ったら、うん、前歯が3本ぐらいないみたいな噛み切れないよみたいになっちゃうよね日本ハム。日本ハムそれはやっぱ取りたいだろうね。戦力としてももちろんそうだけど、はい、やっぱ日本ハムを沈めるには近藤を取った方がいいというね。取られたらきついよやっぱり。いやそうですよね、でね、来とは言わないと思うよ新庄は。いや行く人が言ったらどうぞ行ってくださいみたいな強がりは言うと思うけど痛いと思うよ。近藤出るか。あのエスコンフィールドのこけら落としとかもあるので。まあな、でもそれは一瞬だからな。まあそうですね、一瞬だし1年だからな、はい、近藤も向こうの人間ではないし、うん、まあ、関東の人間でしょ。ああそっか。まあそうなってくると、はい、やっぱこっちの方がいいのかもわからないけどね。ただ多分条件はいろいろ出すでしょうね。例えばレギュラーであったり何試合以上であったりとか。もちろんそれはね、巨人が近藤を取ったら、うん、巨人やっぱいやらしくなるよ巨人の打線が。巨人行きそうですかね。いやああいう選手を取った方がいいと思う巨人こそ、うん、巨人こそ、ね、でも近藤が嫌がるかな巨人
みんななんか巨人敬遠する敬遠するな、はい、やっぱりなんかあれなんでしょうね、やっぱり紳士たれが紳士たれじゃなくなってるのと、うん、やっぱその中でこうヒゲがダメだとかさ、はい、まあ今の時代っていうかね、風潮に合わないのかもわからないよね。そうですね。あとはでもそういう伝統はね、俺大切なことだと思うんだけど、うん、ヤンキースもそうでしょ、まあそうですね、未だにね、はい、うん、だけどやっぱ巨人はやっぱそういうプライドは守ってほしいなと思うんだよね。一チームでもそういうチームがあってもいいんじゃないか。俺は、うん、まあいいんじゃないかなと思うよ。規律をしっかり保つというか、うん、ただね、そこに FA の選手が来たくないか行くかは選手が決めればいい、うん、そう話なんですけど、なんかなか動きそうもないよね、巨人にね。そうなんですよね、まあ、でも行けば元チームメートの中田選手がいたりとかはありますけど、ね、うん、まあまあそうそう、まだオリックスはその2018年に FA の浅村選手に会ってもらえずに断られてしまったっていう経緯があるので、やっぱり現場に負担をかけたのでもっと楽に勝たせてあげたいっていう意味で、やっぱり今年はちょっと FA の獲得にかけてるっていう。オリックス、はい、浅村も動くな、絶対動きそうですね。なんか俺は浅村も動くと思う。パですか、セですか。パパやっぱね、昔はさ、パリーグからセリーグに行きたくて、はい、って言うんだけど、今はパリーグはもういやいやセリーグなんか行きたくないよって、ね、いう選手が増えたんだ。まあそれだけフランチャイズがしっかりして、はい、ファンもお客さんも入るから、はい、もう別に行かなくていいよみたいな。そうですね。パからパの人気ってすごいですよね。セバどうすんだろうね。セバどう、そうですね。まあでも今年はね、ちょっとオリックスが結構 FA にかけてる、うん、そうだな、はい、まあいいチームだしな、はい、良くなってるしな、うん、だから生きがいはあると思う。そうですね。あと、うん、ああいうチームカラーであったりとか、こう自由な感じでそこまで目立たない、追っかけられないっていう。そうだな、はい、やっぱプライベートは確保したいんでしょうね、まあ、ね、選手は。もうね、みんなやっぱそうだと思うよ。そうですよ。コロナ禍の中で外にも出れない、はい、外で誰かと会ってたらすぐ嗅ぎつけられるとかいうね、もう、はい、しかも外で会ってなくても言われるちゃうしな、はい、そうです、はい、SNS あるしな。そうです、うん、だからやっぱこう目立ちたくないよね、うん、野球だけで目立って、はい、生活では目立ちたくないよね。うん、そういう選手がこう FA でどこを選ぶのか。まあそうだね、はい、まあ、それは楽しみだ、ね、楽しみにしたいです、はい。